前線や湿った空気の影響を受け、県内は曇りや雨となっていて、午前11時までの最高気温は加賀中津原で 29.1 度、金沢で 28.6 度、羽咋で 27.1 度などとなっています。こうした中、千里浜なぎさドライブウェイの入り口にある今浜海岸では、砂浜で遊ぶ家族連れなどの姿が見られました。一瞬だけ晴れ間見えたんで、せっかくなんでこう、あんまり、まあ、大阪にはこういうところないんで、こういうところ来たかったなっていうので。この後県内は引き続き前線や湿った空気の影響を受ける見込みで、日中の予想最高気温は金沢で29度、輪島で27度となっています。